木村君、桜川さんも一緒やって、桜川さんも小学校の時に来たって、中学校も一緒になってた、ね、小学校の時に来て。小学校は私はいない、ここには関わらない。あれ、中学校の時やった。中学校の時、ね、確か2年ぐらいの時に、桂川さんとエリキさんとね。あ、小学校の時は、神中さんに行ってる人だから。いい人やった。ものすごい元気でね。もう、ものすごい元気でね。好きなようにしちゃった。で、割と、なんか、あの、こう、ね、こっち帰ってきて同窓会やったら、割とおしとやかになった。あれとイメージが違うんだよ。もっと活発やった。うわぁ。ゆっちゃんなんだけど、そのうちも成績のもの。ああ、よかった。すごい。ほら、万年で成績飛行やから。いや、格好つけてウーランドットより誰も寝てはならない。これ、まあ、あのオペラ歌手で、まあ、パパンって言ったら、この人がよく歌ってる曲です。有名な曲です。で8番目、これちょっと連続して演奏しますけど、北の国から遥かな大地。これは昔テレビドラマ北の国からというテレビドラマの主題歌、さだまさしさんが作曲した。Thank you.
最近3ヶ月前ぐらいにこれいい曲だと思ってやり始めた曲でちょっと自信のない間違えるかもしれませんが、そうまだそうそうねこれこれはねビギン沖縄のビギンという方が作曲を先にしたんです。作曲をで題名を灘草草という指定があってそれで歌詞をつけてもらえませんかと森山良子は頼まれたそうです。で森山良子は自分の亡くなったお兄さんのことを、思い出しアルバムも古いアルバムを見ながら涙がボロボロ流しながら作詞をつけたという曲です。13年間の成果です。でもよくこれだけ続きました。後日その秘訣を聞く機会がありました。また皆様に報告します。今日も最後までありがとうございました。